ロミオとジュリエットのための衣装デザインに MT ・ a ブラハム、ファンデーション提供アレクサンドラ・ライクステルは、ロシア帝国出身で、ウクライナ、ソビエト連邦、オーストリア、フランスで活躍した画家、デザイナー。立体未来主義とシュプレマティスム、ロシア構成主義に分類される。ロシア帝国グロドノ県ビアウィストクの裕福な、ベラルーシ人家庭に生まれる。出生名は、 アレクサンドラ・アレクサンドロブナ・クリゴロービチ。父親アレクサンドルは実業家で、母親はキリシャ人だった。言語、音楽、芸術と充実した、子教育を受け、ドローイングのレッスンも受けた。両親と共に、キエフに移り、キエフアートスクールに進学。ムイコーラ・プイモネンコに指示し、学友に、アレクサンダー・ボゴマゾフ、アレクサンダー・アー・キペンコがいた。 1906年に卒業。1908年、弁護士のニコライ・エフゲニエビッチ・エクステルと結婚。夫妻で、キエフの文化人、知識人層に属した。夫と共に数ヶ月パリで過ごし、その間彼女は、モンパルナスのグランドショミエール芸術学校で学んだ。1908年から1924年まで彼女は、キエフ、サンクトペテルブルク、オデッサ、パリ、ローマ、 モスクワで暮らした。フンドクリーブスカイア通りの屋根裏部屋をアトリエとした。スタッフには、後に有名になるバディムメラー、アナトール・パトリッキ、パベル・チェリチェフラがいた。またそこは、知識人の溜まり場でもあり、その中には、詩人のアンナ・アフマートバ、イリア・エレンブルグ、オシップ・マンデリ・シュターム、ダンサーのブロニスラバ、ニジンスカ、エルザ・クルーガー、画家仲間のアレクサンダー・ボゴマゾフ、 ウラジミール・バラノフ・ロシネ、当時まだ学生だったグリゴーリー・コージンツェフ、セルゲイ・ユトケイビッチ、アレクセイ・カプレルラがいた。1908年には、ダビド・ブルリューク、ウラジーミル・ブルリューク兄弟らのグループ、ズベノーメンバーと共に展覧会を開いた。パリでは、パブロ・ピカソや、ジョルジェ・ブラックと親しくした。彼らの紹介で、ガートルード・スタインとも知り合った。1912年10月、 ジャンメッツ・アンジェ、アルベール・グレイズ、マルセル・デュシャンラとパリのゴルディ・ラブーティで展覧会、セクション・ドールを開催し、6作品を出展した。1914年には、カジミール・マレービチ、アレクサンダー・アーキペンコ、バディム・メラー、ソニア・ドロー・ネラ、フランス・ロシアの画家たちと共に、パリのアンデ・パンダン展に参加した。同年、アーキペンコ、クリビーン、オリガ・ローザ・ノバラ・トローまで、 インターナショナルフューチャースとエキシビージョンを開いた。1915年、ロシアアバンギャルドのグループ、サプリーマスに参加。友人から、詩人のギオームアポリネールを紹介され、ピカソのアトリエを訪問した。エクステルは、シュプレマティスムロシア構成主義同様に、アールデコ運動からも強い影響を受けていることで、知られている。 エクステルは特定の運動に縛られないアバンギアルドで実験的な女性芸術家だった。エクステルは彼女独自のスタイルを生み出すためにたくさんのものから吸収した。1915年から1916年の間、カジミール・マレービチ、イェベジニア・プリブルスカイア、ナタリア・ダバドバ、ニーナ・ナゲンケ、メラー、ルボー・フィポポワ、イワンプーニー、オリガ・ローザ・ノバ、 ナデージがダルッツォバラとウクライナの村の職人共同組合で働いた。さらに、1918年に、キエフにワークショップを創設、バディム・メラー、アナトール・パトリッキ、クライモント・レットコー、パベル・チェリチェフ、シフリン、ソロモン・ニクリットンらがそこで働いた。この期間中、彼女はアレクサンドル・タイロフのカメルニー劇場で、舞台美術の仕事もやっていた。1919年、 革命を祝う式典のため、クライモントレッドコーヤニーナ・ゲンケ・メラーと共に、キエフとオデッサの通りを、抽象絵画的に飾り付けた。また、バディム・メラーとブロニスラバ・ニジンスカのバレエスタジオで、衣装デザイナーを務めた。1921年、モスクワのブフテマスで、初等科を指導し、1924年まで続けた。1921年は、モスクワで開催された、 午後イコール25点に他のロシア構成主義作家らと一緒に作品を出展した。エクステルは本のイラストも手掛けている。媒体を問わずエクステルの作品はどれも彼女ならではのスタイルを持っている。構図、テーマ、色使いに活気と遊び心があり、ドラマティックで演劇的。自分の美学に忠実で、それぞれの媒体は他の媒体を強くし、影響を及ぼした。 しかし、彼女の関心は常に色とリズムの連動に向けられていた。エクステルは幾何学的構図を多く用い、それによりダイナミズム、強烈なコントラスト、自由奔放な筆致が得られた。1923年、エクステルはモスクワでベラムーヒナ、ボリス・グラッドコブと共同で全ロシア農業博覧会のパビリオンの装飾を手掛けた。1924年、 アレクサンドラ・エクステルは夫とフランスに移住し、パリに今日構えた。そこで彼女はアコダミモダンで教鞭を取った。1926年から1930年まで、フェルナンデジェのアコダミ D、アートコンタンポランで教授を務めた。1933年から紙にガッシュで色をつけたオリジナルの装飾写本を制作した。 ヘレニズム時代の詩人カリーマコスの参加のフランス語訳をテキストとするカラメイク写本は彼女の後期の傑作とされている。1936年、ニューヨークのキュービズムアブストラクトアート展に出展、ブラハとパリで個展を開いた。1936年から亡くなるまでの間、グループフラマリオン社で本のイラストを描く。エクステルの評価は飛躍的に高まり、 作品の価格も高騰。そのため、元作も出回った。1949年3月17日、フォントネオーローズで死去。ありがとうございます。